ドロシー、起きられるでしょうか。どうだろうね。気持ち次第だと思うが、簡単なことではなかろう。私でもこんな調子だ。ドロシーは比べ物にならぬであろう。捜索に行ってくる。状況は良くないが、物資は必要だ。はい、私も一緒に行きます。では私はここでドロシーを見守。皆さん。ドロシー、大丈夫ですか。もちろんです。問題ありません。アークから連絡が来ました。な、本当かね。はい、一緒に聞きましょう。アークから転送された音声ファイルがあります。お聞きになりますか。はい、お願いします。アークからゴッテス部隊へ。まずゴッテス部隊のリーダーリリー・バイス少佐の死に哀悼の意を表します。彼女は最高かつ完璧な人類の守護神でした。アークの多くの人々が彼女の死を悼んでいます。そしてアークガーディアン作戦を完遂してくださりありがとうございます。アークの全市民を代表して感謝申し上げます。本当にお疲れ様でした。物資及び兵力支援に関して多方面から調査中ですが、現在アーク内部にて多数問題が発生しており、確認が遅れています。ご理解ください。また、アークの封鎖作業は現在終盤に向かっていますが、問題が発生し、作業が停止した状態です。この問題は全て地上で発生しています。そのため、現在地上に唯一残留している最強の戦闘力を誇るゴッテス部隊に問題の解決を要請します。この問題を解決してくだされば、アークは封鎖に成功し、人類には平和が訪れます。詳細を確認しご決断ください。もちろん決定権はゴッテス部隊のリーダー代行であるドロシー様にあります。我々人類は皆さんに大きな借りがあります。今までのご活躍だけでも十分に感謝しています。ですから決断において負担に思われることはありません。ここで終わりか。いいえ、続きがあります。聞いてみようではないか。1つ目、ラプチャーの通信能力を防ぐべく建設したエブラ粒子発生装置を破壊してください。発生装置の効果が強すぎるため、その影響がアークにまで及んでいます。そのためその一帯のアーク封鎖作業が進んでおりません。2つ目、特定座標の大規模なラプチャー部隊を殲滅してください。該当座標の封鎖作業は地上と近い場所で行われます。封鎖作業には騒音が伴うため、ラプチャーに見つかる可能性が高いのです。3つ目、物資運搬用の大型エレベーターを破壊してください。該当のエレベーターは、アークに各種物資と食料を運搬していたルートであり、封鎖後は使用しません。アークとつながる直通エレベーターです。最悪の場合、ラプチャーが使用する恐れがあるので、必ず破壊をお願いします。もし、これらのミッションを遂行してくださるなら、エブラ粒子発生装置の破壊からお願いします。皆さんが守っているアークの入り口と最も近く、それが破壊されれば皆さんとの通信が可能となります。以上です。ゴッテス部隊の決定をお待ちしています。そしてこの言葉が支えになるか分かりませんが、アークはゴッテス部隊を待っています。皆さんの犠牲や奮闘を全て忘れられるほどの報酬を準備しておきます。音声ファイルの再生が終了しました。新しい音声ファイルは0件です。アークの封鎖に問題があったようですね。行こう。決断が早いの。行かないのか。まさか。
ドロシー、どう思いますか？もちろん、行くべきです。そうでしょ？そうだな。行こう。当然賛成だと思いました。では、私たちも全てに同行します。え？無理ですよ。いくらドロシーでもそれは過酷すぎます。交代で行きましょう。未確認の場所には、まずリーダーが足を運ばねばなりません。意地を張るでない。精神的にも辛い時に、何を言っているのかね。楽しみなのです。アークと連絡がついた。私たちを覚えていて、私たちのために、たくさんのものを用意すると約束までしてくれた。行けるんですよ、楽園に。私もです。確かに楽しみではあるが。今なら何でもできそうな気がします。だから私たちも一緒に行きます。わかった。え、スノーホワイトも賛成なのですか？理論上問題はない。では、最初に誰と行く？ラプンツェル、私たちと一緒に行ってくれますか？あ、はい。今回は私が行きますね。ああ。では、私たちはその間にここを捜索しながら物資を確保しよう。お願いします。では、すぐに出発しましょうか。はい、行きましょう。やれやれ、せっかちだの。では、私も行ってきます。ラプンツェル、グレン。ね？ピナの話はしばらくやめておこう。それから、ドロシーの発言や行動を見守ってくれ。なぜですか？様子が気になるだけだ。深い意味はない。はい、わかりました。頼んだぞ。ん？わかりました。こんなに遠くまで来たのは初めてですね。アークの入り口付近ばかり守っていましたから、少しワクワクしませんか？では、少しだけ遊んでいきませんか？大丈夫ですよ、それくらいは。こんなチャンスめったにないですし。ドロシーが楽しそうでよかったです。もう大丈夫ですよね。もちろんです。私たちはいつだって大丈夫でしたよ。はい。では安心して進みますね。そろそろエブラ粒子発生装置の近くに着きます。ここでは私のジャミング能力も弱まってしまうので、戦いは避けられないはずです。ラプンツェルのジャミングは髪の毛から発生するんですよね。はい。一本一本が小型ジャミング装置みたいなものです。ニケは人間だった頃の理想像に基づいて見た目と能力が決まると聞きましたが、ラプンツェルの理想像は何でしたか？シンプルですよ。できるだけ元気な姿で家に帰りたい、でした。それがジャミング能力として発現したのですね。なんだかどこかの物語みたいですね。そうですね。でも、叶いましたから。ドロシーの理想像は何でしたか？私ですか？どうでしょう。忘れてしまいました。教えてくださいよ。私は、生き残りたかったです。ラプチャーが地上をもてあそぶ光景があまりにも非現実的で、ただ生き残りたかっただけです。そのために、どんな能力が生まれたのかは、よくわかりませんが。うまくいったのでは？え？今、ドロシーは生きているから。そうですね。今、私たちは生きています。これからだって、生き残るでしょう。楽園で共に。そうでしょ？約束したから。
はい、もちろんです。エブラ粒子発生装置発見。幸い周辺にラプチャーはいません。いいですね。このまま壊して帰りましょう。はい。ドロシー、あそこに見えるのって、まさかお墓？行ってはダメですよね、ラプチャーがいるし。そんなことありませんよ。行きましょう。あれくらいなら私一人でも十分です。こちらに引きつける方法はありませんか？お墓が破壊されそうだからですか？はい、無理でしたら仕方ありませんが。いいアイディアですね。引きつけましたよ。少し過激になりましたね。過激だなんて。来ます。もちろんです。よく見ておいてください、私の姿を。およそ20個ですね。少し祈りを捧げてもよろしいでしょうか？もちろんです。ラプンツェル？はい。彼女たちの声がまだ聞こえますか？聞こえません。死者は話せませんから。誰に祈っているのですか？誰にも祈っていません。何のための祈りですか？何も望んでいませんよ。祈りで何が得られるのですか？何も得られません。ではなぜそこで祈るのですか？声が聞きたいのです。ラプンツェル、まだそんな。違いますよ、ドロシー。あの時聞こえた声は私のものでした。今は本当に彼女たちの声が聞きたいのです。なぜですか？皆さんの故郷を見つけてあげたいので。故郷？はい、そこで残りの時間を過ごしてほしいのです。最も穏やかだったその場所で、今までとても辛かったはずですから。ラプンツェルも望んでいるのですか？故郷へ、家へ帰って永眠することを。もちろんです。しかし今ではありません。私にはすべきことができたのです。すべきこととは？決めました。私は、ラプンツェル、今の、これは、ああ、なるほど。皆さんの記憶が、ここにあるのですね。何が起きたのですか？記憶が、流れ込んできました。先に旅立った皆さんの記憶が。その、黄金色の粒子のことですか？はい。それは一体？魂、もしくは他の何かでしょう。エブラ粒子の発生装置を壊して帰りましょう。皆さん待っていますよ。これで臨時監視所とアークとの通信がつながるのですよね。はい、おそらく。早く戻りましょう。ドロシー、皆さんの体を運ぶことはできないけれど、認識票だけでも持って行って、私たちが作ったお墓に一緒にお迎えしましょう。ありがとうございます。こちらこそ。アークとのリアルタイム通信を
実行します。聞こえますか？こちらはアーク、ゴッテス部隊、聞こえますか？つながったか。こちらはゴッテス部隊、聞こえます。ああ、よかった。エブラ粒子の濃度が急激に低下したので、もしやと思い通信を試みたのですが、成功したようですね。お見事です。私はゴッテス部隊のリーダー代行、ドロシーです。そちらは？私は中央政府で今回のアーク封鎖プロジェクトの総責任を務めています。事情により名乗ることができないのです。ご理解ください。単刀直入にお尋ねいたします。アークの封鎖後、私たちはどうなりますか？以前音声メッセージでお伝えした通り、最高の待遇を準備中です。それは確かにお約束いたします。そうですか、よかったです。あの、指揮官はどうなりましたか？指揮官とおっしゃいますと、ゴッテス部隊の指揮官のことですか？あ、はい、無事ですか？お話できるでしょうか？申し訳ありませんが、今は何もわかりません。私もいろいろと調べてみましたが、何も手がかりがなく。そんな。申し訳ありません。いいえ、ありがとうございます。アークはどうですか？正直に申しますと、めちゃくちゃです。あれだけ多くの人数が一度に居住地を移したのですから、整理すべきことや決めるべきことが山ほどあります。まさにカオスと言えるでしょう。しかし、みんな希望に満ちているということは確かです。ラプチャーの恐怖から逃れられた生活にみんなが希望を抱いています。そうですか、よかったです。ではラプチャー殲滅と巨大エレベーターの破壊さえ終われば、私たちもアークに行って希望を抱けるのでしょうか？もちろんです。わかりました。一日一回、情報共有のためにご連絡いたします。近いうちにお会いしましょう。はい、近いうちに。アークとのリアルタイム通信が終了しました。一歩ずつ進んではいるようだな。はい。では、今日は休んで、明日すぐに出発だ。今度は私が参ろう。わかりました。スノーホワイトが見当たりませんが、何かあったのですか？ああ、警備をしておる。仕方ありませんね。まあ、心配はいらぬ。本当に大変な時は、そう言うであろう。相談してこないから問題なんですよ。いいえ、会いには行きません。どうせまた正論ばかり言うはずですから。そうだな。だから反論もできぬのだ。では、私たちは先に戻って休みますね。グレンもお休みなさい。ああ、お休み。スノーホワイト。ご苦労だった。ドロシーは大丈夫か？はい、大丈夫そうです。乗り越えたのですね。ああ。強いですね、ドロシーは。スノーホワイト？ああ、ゆっくり休んでくれ。交代しませんか？いや。わかりました。ではお願いします。わかった。休む前に寄っていこうかしら。あれ、ドロシー。あ、ラプンツェル。起きてたんですか？うっかりしていたので。こちらに運んでくれたのですね。ありがとうございます、ドロシー。どういたしまして、ラプンツェル。私はこれからこの場所を命を失った皆さんの故郷にしたいです。地上で見つけた行き場のない方たちをここに祀るのです。体は運べないでしょうが、痕跡だけでも持ち帰ることができたら、
ここは地上で最も聖なる場所になるのではありませんか？はい、必ずそうなるでしょう。すごい。これで終わりかね。大規模なラプチャー部隊だというから期待していたのに、味気ないの。前から感じていたことですが、グレンは異常なほど強いですね。何が違うのでしょうか？それは、私が反則技を使っているからさ。反則技ですか？まさか。あって、5年くらい経ったかな、ラプチャーと戦い始めてから。最初はプロトタイプのニケ対プロトタイプのラプチャーの戦いだったが、互いに目覚ましいスピードで進化し始めたのだ。ニケはラプチャーを効率的に倒すために、ラプチャーはニケを効率的に倒すために、互いに進化していったのさ。そのラプチャーの進化に最も大きな影響を与えたのは、ニケが重機を使い始めたということであろう。ラプチャーは重機を使うニケを効率的に倒す方向へ進化していったのだ。しかし、私を見たまえ。これを使っている。そうですね。彼らの想定外ということですか。その通り。奴らは私を倒すためだけに進化などせぬ。たった一人の剣を振り回すニケを倒すために進化するのは非効率的であろう。しかし、私は進化しておる。日々強くなっておるのだ。私から見れば奴らは足踏みしたままで、私は跳躍しているのさ。だから強いのだ。グレンが相手なら、ラプチャーも警戒しそうですけどね。私一人が戦争全体に及ぼす影響など、微々たるもの。そんなこと言わないでください。グレンは。と奴らが考えているのを覆してやるのだ。いつか、この剣でクイーンの首を切ってやろうぞ。全く気にも留めていなかった相手にやられる。実に愉快であろう。そうですね。その後はどうするのですか？はて、戦うために生まれたのだから、この命が尽きるまで剣を振るうだろう。そう悪くないはずだ。自分が一番得意なことをして旅立つというのは。私たちはグレンに他にも人生の目的を持ってほしいのです。実は、ちょうど考えていたことがある。え、何ですか？酒を実際に作ることさ。情けないという目で見るな。ごめんなさい、つい。この間、私が何の気なしに蒔いた種が芽を出したことを覚えているかい？はい、覚えてますよ。こんな何もない荒れ地に新しい命が生まれたというのは、私からしてみれば衝撃だったのだ。忘れていたのさ。この地は、この地上はダメになってしまったが、死んではいないということを。文明が崩壊し、人類が消えたとは言うが、この地はまだ命で満ち溢れている。ラプチャーを命と扱うべきかはよくわからぬが、今まで殺すことばかり繰り返してきたのだ。殺すのではなく、生かしたい。それで、農業をやってみようと思う。農業？そう、農業。新しい命が生まれる過程を経験してみたいのだ。この目に焼き付けたいのだ。そして最後にはお酒にたどり着くんですね。そう。
そうだな。わかりました。戦うばかりで砕け散っていく人生は悲しすぎますから。というわけで、私は臨時監視所に畑を作りましょう。ん？臨時監視所に小さな畑を作るのです。そこから始めるのですよ。ふん、それはいい考えだ。すぐに準備しましょう。ラプチャー部隊の殲滅を確認しました。残すはただ一つ、巨大エレベーターの破壊ですね。今さらお伝えすることになり申し訳ないのですが、アーク封鎖までさらに3週間かかる予定です。地上の問題で遅延したのですか？はい、その通りです。申し訳ありませんが、もう3週間だけ持ちこたえられますか？次の目標である巨大エレベーターで物資と食料を送ります。1ヶ月分にはなるはずなので、それでなんとかならないでしょうか？わかりました。今の状態で3週間くらいなら大きな問題はないでしょう。はぁ、本当にありがとうございます。ではすぐに物資を積んで送ります。受け取り後、エレベーターの破壊をお願いします。はい、エレベーターを破壊しても通信はつながりますよね？もちろんです。わかりました。片付き次第ご連絡します。お待ちしております。通信を終了しました。ふん、物資の支援とは。ではもう捜索はしなくてもいいのでしょうか？そうだな、ここの警備に専念できるだろう。最近は襲撃もあまり起きませんけどね。私たちはすぐに出発します。スノーホワイトは？もうすぐ捜索から帰ってくる。帰還した。お疲れ様でした。何か収穫はあったかね？鹿を捕まえてきた。また？いや君、鹿に何か恨みでもあるのかい？でも私たちの中で下処理ができる人は。ドロシー。え？鹿の下処理を頼む。はい、わかりました。ドロシー、できるのですか？ん？はい。どうしてできないと思ったのですか？言われた通りにやればいいのですから。そうでしょ？では頼む。これでいかがですか？意外と大したことありませんね。すごいの。今度私も習わなくては。私はちょっと気持ち悪くなりました。燻製にして保存しよう。グレン、お願いできるか？わかった。少しは直火で焼いて食べてもいいだろう？少しくらいなら問題ない。ではドロシー、私たちは出発しよう。はい。そういえば、スノーホワイト。なんだ？この前は助けてくれてありがとうございました。いや、やるべきことをやっただけだ。あれから少しは眠れましたか？いや。スノーホワイト、それではそのうち。心配するな。私が人間性を失うことはない。ドロシー。はい。ん？どうしました？どうして私たちをじっと見つめて。ドロシー。え？なぜ私たちと言うんだ？そこにはあなた一人しかいない。一体何を見ているんだ？スノーホワイト？何を言っているのかわかりません。悪いが、ラプンツェルとグレンに君の様子を見てもらっていた。会話がつながらないことが多かったそうだ。まるで誰かと会話しているようだったと。え？
それは当然。ピナが今もあなたの隣にいるのか。はい、さっきからずっといますよ。今までずっと一緒だったじゃありませんか。楽しみなのです。アークと連絡がついた。私たちを覚えていて、私たちのためにたくさんのものを用意すると約束までしてくれた。行けるんですよ、楽園に。アーク、楽しみですね。ワクワクして眠れなくなりそうです。私もです。確かに楽しみではあるが。こんなに遠くまで来たのは初めてですね。アークの入り口付近ばかり守っていましたから、少しワクワクしませんか。そうですね、こんな風に遠くまで出かけるのもいいですね。では少しだけ遊んでいきませんか。大丈夫ですか、他の人たちが待ってるのに。大丈夫ですよ、それくらいは。こんなチャンスめったにないですし。ドロシーが楽しそうでよかったです。今私たちは生きています。これからだって生き残るでしょう、楽園で共に。そうでしょ、約束したから。はい、ドロシー様。はい、もちろんです。まさかお墓行ってはダメですよね、ラプチャーがいるし。そんなことありませんよ、行きましょう。あれくらいなら私一人でも十分です。こちらに引きつける方法はありませんか。お墓が破壊されそうだからですか。はい、無理でしたら仕方ありませんが。虚空に銃を撃ちましょう。いいアイディアですね。引きつけましたよ。少し過激になりましたね。過激だなんて。でもいい方法だったでしょ。来ます。見せてくれますよね、ドロシー様の力を。もちろんです。よく見ておいてください、私の姿を。スノーホワイトが見当たりませんが、何かあったのですか。ああ、警備をしておる。仕方ありませんね。まあ心配はいらぬ、本当に大変な時はそう言うであろう。相談してこないから問題なんですよ。会いに行くのですか。いいえ、会いには行きません。どうせまた正論ばかり言うはずですから。そうだな、だから反論もできぬのだ。前から感じていたことですが、グレンは異常なほど強いですね。何が違うのでしょうか。それは私が反則技を使っているからさ。反則技ですか。ラプチャーと同盟でも組んだのでは。まさか。鹿の下処理を頼む。はい、わかりました。ドロシーできるのですか。ん、はい、どうしてできないと思ったのですか。言われた通りにやればいいのですから。そうでしょ。もちろんです、簡単ですよ。では頼む。これでいかがですか。はい、お上手でしたよ。意外と大したことありませんね。すごいの、今度私も習わなくては。スノーホワイト、大丈夫ですか。ドロシー、ピナは死んだ。侵食されてあなたがその手で送ったんだ。今あなたの隣にいるのはあなたが作り出した幻。スノーホワイトが冗談を言うなんて、ちょっとひどい冗談ですが、でもよかったですよ。もう少し
練習してみてください。でも頑張った感じがしてよかったですね。そうですね。スノーホワイトも変わろうとしているのでしょうか。私たちも負けられませんね。今日から何か始めましょうか。いいですね。何をしましょう。せっかくですから生産的なことがいいですね。何をするとしても先に諦めた人が食材の下準備を5日間すること。いいですね。もちろん勝つのは私でしょうけど。じゃあ決まりですね。約束しましょう。はい、約束です。指切りなんて本当に久しぶりですね。ドロシー、そうかい、ドロシーが死に引っ張られてしまったのですね。はっきりと見えているようだ。少し刺激してみたが、冗談だと流されてしまった。それだけじゃない。手のシワや指の曲げ具合が本当に誰かと指切りしているようだった。実在しているんだ、ドロシーの中では。じゃあ、鹿を下処理したのも。記憶に残っていた鹿を下処理したピナの姿を自分自身の情報で補い、そのまま再現した。そしてそれをピナが隣で手伝ってくれたと認識した。どう思いますか？これは問題ない。え？私もそう思います。問題ない。ピナのおかげでドロシーは元気を取り戻し、実生活に問題も起きていない。私はこのままでも大丈夫だと思う。考えうる最も最悪の事態は何かね。ドロシーの自我を飲み込んで崩壊させる。ドロシーが生み出した存在なので、ドロシーの常識内で行動するでしょう。ピナはドロシーの友達です。隣にいると楽しくて幸せなはずです。その役割に忠実であるはずですから、自我を飲み込むことはないはずです。最悪な状況はやはり突然消えることでしょう。ピナが危うい状態なはずです。ほんの些細なことで突然消えてしまう可能性もあります。ではドロシーのためにどうすればよいのだ。ただ普段通りに過ごせばいいと思います。同意。いいだろう。そうしようではないか。はい、わかった。大型エレベーターの破壊を確認しました。本当にありがとうございます。アークは封鎖最終段階へ突入します。想定期間は3週間。改めてよろしくお願いします。ご心配なく。エレベーターで送った物資は届きましたか？はい、すべて受け取りました。あ、物資の中にある漆喰のようなものは何ですか？補強用資材にしてはとても小さいですが。あ、それはパーフェクトといって、アークで主食となる食べ物です。食べ物ですか？はい。味が想像できませんよね。ですが理論上は完璧な食品です。それを食べるだけで長生きできます。でもやはり食べるのは本当にギリギリの時だけがよろしいかと。わかりました。では1日1回連絡いたします。はい。通信が終了しました。それでは3週間頑張って生き残りましょうか。誰か手伝ってください。どうやって背負えばいいかわかりません。
鹿を背負うのは簡単だぞ。とりゃあと気合を入れて持ち上げればよいのだ。それができないから頼んでいるのですよ。前足をまとめて掴んで肩に背負えばいいのです。だそうですよ、ラプンツェル。聞こえなかったので、もう一度ドロシーが教えてくれませんか。前足をまとめて掴んで肩に背負えばいいそうですよ。前足をまとめて肩に気合を。とりゃ、できました。でも普通に持ち上げればいいのではないかね。そこまで重くはなかろう。普通に持ち上げると目が合うので。背負ったらすぐ隣に顔が来るぞ。頭を外していくべきでしょうか。君、見かけによらず過激な面があるのだな。これをこうやって細かく切るのですか。これだと何の味もしないと思いますが。風味を加えるのです。レシピにはそう書いてあります。そのレシピ本当に合ってますか。もちろんです。忙しい中、アークの図書館からこっそり持ってきたんですよ。かつてはベストセラーだったそうですから、間違いありません。わかりました。この次は。やれやれ、この調子じゃ晩ご飯が朝ご飯になりそうだの。美味しい料理には待ち時間も必要だ。スノーホワイト、よだれを拭いてくださいね。これを煮込むんですか。ドロシー様、どう見てもおかしいですよ。そうですよね、何か間違っているに違いありません。どうして信じてくれないのですか。それを入れて煮込めば完成ですよ。そうすればびっくりするくらい完璧な料理が。あ、嫌な予感がするのですが。すみません、途中から他のレシピが混ざっていたようです。物体 X が完成しましたね。これは捨てましょう。私が捨ててこよう。だからよだれを拭いてくださいってば。みんなこれを見ておくれ。どうしたんですか。これを見ろ。ん？ああ、目が育ってますね。これは。そう、私の酒になる貴重なやつさ。お酒になるまでまだまだかかりそうですけど。まあいいではないか。時間は有り余っていることだし。警告するが、これを食べたら君だからといって容赦はせぬぞ。わかった。さあ、ではもっと植えてみようか。皆さん、私たちは間もなくここを離れます。そしてアークは封鎖されるでしょう。人類は地下に向かいましたが、生き残れるようになったのです。すべて皆さんのおかげです。皆さんがいなければここまで来られませんでした。皆さんが人類を救ってくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます、皆さん。始めます。3、2、1。終わりましたね。お疲れ様でした。ピナも。現時刻をもってアークの封鎖が完了しました。ゴッテス部隊に改めて感謝申し上げます。お疲れ様でした。では私たちも移動しましょう。どこに行けばいいですか。皆さんの功績を称え、アークには巨大な勝利の女神像が建てられるでしょう。そして
皆さんを神格化した書籍や広告を作り、アーク内で積極的に展開していく予定です。みんながゴッテス部隊を崇めるでしょう。あなた、お名前は？事情により、名前は言えません。名前。オスワルドです。そうですか。オスワルド、一つ、約束して差し上げましょう。あなたを。それが無理なら、あなたの家族、子孫を、この世で最も苦しい方法で殺してあげます。恐ろしいことを言いますね。最初から私たちを受け入れるつもりはなかったのですね。はい。言葉通り、封鎖ですから。私たちを失うのは、アークとしても大きな損害だと思いますが。科学は発展するものです。すでに第三世代ボディの開発が最終段階に突入しています。私たちに蓄積されたデータは、スペックの差を簡単に超えられます。それもまた、少し経てば旧式のデータになるでしょう。オスワルド。どうぞ。ドアを開けてください。開けられません。開けたいのは山々ですが、できません。開けてください。できません。開けてください。開けなさい！今すぐドアを開けなければ、入り口を壊しますよ！そうすればあなたたちはおしまいです！できません。あなたには。いいえ、できます！だから開けてください！あなたたちは高貴な存在です。自分たちのために多くの人々を危険にさらすようなことはしません。いや、正確にはできません。そういう方たちなのです、皆さんは。一つ聞こう。はい。あなたの独断なのか、みんなの選択なのか。みんなの選択です。そうか。わかった。ではこれで、通信を切ります。待って！じゃあ、一人だけでも入れてください！ピナを！約束したんです！楽園に連れて行ってあげると！だからお願いします！ピナだけでも入れてください！通信が終了しました。もう一度繋いで！回線が閉ざされました。接続できません。ドロシー、ひとまず少し休もここを離れなければ。同意。はい、その方がいいでしょう。私たちがここに居続ける限り、ラプチャーはここへやってくるでしょうから。アークの入り口が危険にさらされるかもしれません。雑魚なら問題ないかもしれぬが、あのヘレティックというのが来たら、私たちでも勝てるかわからぬ。そうだな。だからここを離れるのが正解だ。皆さん、一体何を言っているのですか？私たちは裏切られたんですよ。裏切られたのです。アークに、人類に、命を捧げて守ろうとした。アークに、人類に、裏切られたんですよ。それなのに、何ですって？ここが危なくなるから移動しよう。皆さん、頭がおかしいのではありませんか？ドロシー、あなたはどうしたいんだ？それは当然！アークに復讐することはできない。あそこは人類最後の拠り所であるからな。
もちろん怒っています。悔しいです。でも、どうしようもありません。私たちは、アークに復讐できないのです。私たちがすべきことは、地上でラプチャーのリーダーを倒す方法を。綺麗事ばかり言わないでください！私たちは認められません！楽園がすぐ足元にあるんです！入れば、入りさえすれば、今までの苦しみすべてが報われる楽園が！それなのに、ああ、それじゃ仕方ないで終わりですか？皆さん、お人よしすぎませんか？今まで私たちがしてきたことが、価値のない、無駄になってしまったのですよ！ギリスも、レッドフードも、無駄死にしたのです！無駄でも、無駄死にでもない。私たちは人類を守った。今は、それでいいんだ。一体何が？私も！私も悔しい。腹が立つ。しかし、私たちはゴッデスだ。勝利の女神、人類の希望、ゴッデスなんだ。私たちは最後までゴッデスでいなければ、その誇りを胸に植え付けてくれたのは、いや、絶対に消えないよう奮い立たせてくれたのは、ドロシー、あなただ。あなたが教えてくれたんだ。答えろ、ドロシー。私たちは勝利の女神か。答えろ。私たちは勝利の女神か。はい。私たちは人類の希望か。はい。私たちはゴッデスか。ドロシー、そうです、はい、その通りです。私たちは勝利の女神、人類の希望、ゴッデスです。ドロシー、よく言ってくれた。君がそう言ってくれたから、私たちは私たちとしてあることができたのだ。ドロシー様、これはどうですか？素敵な布ですね。でもどこに使うのですか？皆さん、荷物は持ちました？ああ、荷物といっても剣と種だけだがね。私も準備完了だ。はい、私も終わりました。マイロ、行こう。行きましょう。行きましょう。行きましょう、ドロシー様。別れた方がいいでしょう。うん。私たちの目的はラプチャーのリーダーであるクイーンを倒すこと。地上は広く、探すものは多い。散らばった方が得策であろう。連絡手段はどうしましょうか？のろしを使おう。今はそれ以外に方法がない。原始的すぎやしないかね。次に会う時までに無線機や携帯電話を入手しておこう。うん、よろしく頼むぞ。あの、せっかくですから1ヶ月に1回決まった座標に集合しませんか？情報も共有できて互いの安否も確認できますし。いいだろう。はい、いいアイディアだと思います。では皆さん、お別れの時間ですね。リーダーとして一つ、お願いがあります。皆さん、
焦らないでください。時間はたっぷりあります。時間は私たちの味方であり、私たちを壊す敵でもあります。クイーンを追うという大きな目的は忘れずに。でも、他のこともしましょう。農業であれ、死者の故郷を探すことであれ、美味しい料理を食べることであれ、絶対に自分を失わないでください。心配いらぬよ。わかりました。わかった。そして、誇りを忘れないでください。絶対に。さあ、では、私たちは先に行きますね。行きましょう、ピナ。ピナ？ピナ？何してるんですか？ドロシー、ピナは。グレン。うん。忘れ物みたいです。皆さんお先にどうぞ。私はピナを連れて行きます。格好をつけて語っておいて、私たちが一番遅い出発ですね。ああ、先に行くぞ。みんな、死んではならぬぞ。来月、お会いしましょう。ピナ、何をしているのですか？早く行きましょう。もうここで、私たちにできることはありませんよ。ドロシー様、ここにいちゃ、ダメですか？見てください。私たちが補修した建物と、私たちが作った食器、私たちが作ったお墓、私たちが作った畑があります。みんな、私たちが作ったんです。ピナ、残念なのはわかりますが、私たちは。ドロシー様、ここが私たちの楽園です。楽園ですって？悲しい記憶、楽しい記憶、すべてが残っている。私たちだけの場所です。ここが楽園でなければ、何だというのですか？ドロシー様、私に約束してくれましたよね。私を楽園に連れて行ってくれると。それなら、ここにいます。私は、ドロシー様と一緒にいたいです。ここに、ドロシー様と一緒にいる場所が、私の楽園ですから。ピナ。ダメですか？ダメ、では、ありません。はい。ここが、私たちの、楽園、だから。ドロシー様、これはどうですか？素敵な布ですね。でも、どこに使うのですか？飾りにでも使えるのでは？では、ピンク色のものを集めてくれますか？はい、そう言うと思ってました。ちょっと味見してくれますか？ちょっとしょっぱいですね。そうですよね。やっぱり気のせいではありませんでしたね。レシピ通りなんですよね。レシピがいまいちな気がして、少々アレンジを。もう少しレシピを信用しましょうか。ドロシー様、これを見てください。枯れてしまいましたね。何が問題だったのでしょうか。日差しかもしれないし、水の量かもしれないし、原因はいろいろ考えられますね。農業は難しいです。大丈夫ですよ。またやればいいので。はい、そうしましょう。時間は私たちの味方ですから。ドロシー様は旅立った人たちのことを覚えていますか？全員は覚えてません。だから申し訳なく思うのです。私は
ドロシー様の記憶に残れるでしょうか。いいえ。ピナは絶対に私のそばを離れませんから、私が手放しません。ああ、今とってもかっこよかったですよ。そうですか。リリス様はどんな方でしたか。そうですね、一言で表現するのは難しい方でした。強くありながらも弱く、ちゃんとしているようでだらしなかったり、残酷でありながらも慈悲深く、冷酷なようで温かい。とても人間的な方でした。会いたくありませんか。会いたくありません。彼女は望みをすべて叶えて旅立ちました。すべて終わらせてここに眠っているのです。だからその先の姿は見たくないですね。この棺は皆さんの手作りですか。はい、グレンが滑らかな石を切ったのです。ピナの棺も作ってほしいと言おうと思ったのに、あれ、ありがとう、ピナ。私がくじけないようにずっとそばにいてくれたのですね。ありがとうございます。絶対に忘れません。さようなら。ここで何をしてるんですか。早く行きましょう。こんなに美しく広いのに、私の場所はどこにもないのね。ごめんなさい、皆さん。私はダメみたいです。奪ってやる。私たちが作り出したその楽園、必ず奪ってやる。あれは本当は私たちのものだったのだから。大丈夫ですか？助けていただきあ
ありがとうございます。突然ここでロード級が飛び出してくるとは。部隊が全滅し、一人で何とかここまで来たのですが。ところで、あなたは一体？まさかあなたが、あの噂のピルグリム？もう、ピルグリムという名前が、アークでは使われているようですね。はい！最近はあなたの噂で持ちきりです！ただの伝説かと思っていましたが、実際にお会いできて感激です！私も会えて嬉しいです。地上へやってきたニケに会うのは久しぶりです。もしよければ、最近のアークの様子を教えてくれませんか？アークにとても興味があるのです。もちろんです！喜んで！命を救ってくださった方ですから、何でも聞いてください！ありがとうございます。そうですか。アークの管理 AI を脅威だと感じた人々が、対抗できる人物を用意していると。はい。秘密裏に進めているそうですが、すでに周知の事実です。アークの頭脳と呼ばれる人たちを、みんな作戦に引き入れているからです。最も有力な候補は、どなたですか？さあ、私もそこまではちょっと。そうですか。では、私の個人回線を教えるので、何か分かったら連絡してくれませんか？いいんですか？もちろんです。あ、でも、私は極秘に夢中なので、私に会ったことは絶対に秘密にしてください。もちろんです。脳スキャンされそうになったら脳を燃やします。そこまでする必要はありません。いいえ、あなたは私たちの憧れです。アークでゴッテスの話を聞くことが唯一の楽しみでした。そして皆さんが人類のためにしてくれたこともよくわかっています。私の命まで救ってくださったのです。私にできることなら何でもします。そうですか。ありがとうございます。アーク最高の頭脳、地上へ引き上げる方法はないかしら。ドロシー、スノーホワイト、久しぶりだな。はい、お久しぶりです。何年ぶりでしょうか。50年くらい？それくらいになるな。なぜ私がここにいるとわかったのですか？ずっと探していたから。そうですか。それでご用件は？なぜ一度も私たちに会いに来なかった？それは忙しくて。アークの情報を集めて何をするつもりだ？ご存知でしたか。私たちもアークの消息を聞くからな。アークにこの上なく興味を抱いているピルグリムがいるという話はたびたび耳にしている。あなたのことだと思ってはいたが。何が目的なんだ、ドロシー。奪おうと思って。アークを？はい、ドロシー。あ、もちろん乗り込んでいって何かをするつもりではありません。アークに私を求めさせるのです。私の力が必要な状況にします。なぜだ？私たちがアークを作り、アークが私たちを裏切ったからです。私たちを裏切った者たちが、再び私たちを求めることになったら、これほど愉快なことはあるでしょうか？そのためなら、アークのすべてを利用します。利用？違いますね。もともと、私たちのものだったのですから。変わったな。スノーホワイトは、相変わらずのようですね。体はボロボロですが。まだ人類のために、地上をさまよっているのですか？ああ、
あなたが私たちにくれたあの誇り。ああ、つまらない。面白い話はないんですか？帰る。あ、スノーホワイト。ゴッデスという名前を使っていないようですが、なぜですか？当然だ。あなたがいなければ私たちはゴッデスではない。待っている。君が帰ってくるまで。待たないでください、スノーホワイト。私はもう一線を越えてしまったから。